お茶でしょ。おー、豪気中国殺や。豪気中国殺来た。いいや、いいや、いいや。来た。スシローカップコ。すげえ。沢田さん。はい。来ましたね。ちょっとゲームをまだしたいと思ってるんですけども、ね。はい。今回はね、お寿司を使った格ゲーです。お寿司を使った格ゲー。わけわからんな。で、お寿司好きやろ？お寿司は大好きよ。今回ね、スシローファイターというね。うん。ストッツとコラボしたゲームを。スシローさんとストッツがコラボしたんやね。はい、そうですよ、はい。美味しそうでしょ。めっちゃ美味しそう。どんなゲームか全く想像つかんわ。来ましたね。どうですか、さん、これ。竜と剣とチュンリーとダルシムがおるやん。はい。こういう、なんか、ハテナハテナハテナもおるやん。僕らは、竜なんですよ。あ、もう僕ら竜固定。固定なんや。はい。で、こっから対戦相手選ぶ形になるんですけども、うん、まずは剣から。剣から。行きますんで、僕らじゃ剣で対戦相手ね、はい。もうちょっとね、スシローっぽい。寿司が届いた時のやつ。まあ、早くご注文の試合。ご注文の対戦が始まりますよ、ここから。はい。で、これで、技を選びます。うん、じゃあ、まず、これ選びますね。総力剣。波動拳、曲げられました、僕今。うん。竜巻。これ、相打ち。相打ち。はい。操作方法は簡単。相手が繰り出す必殺技を読み、左側にある3つの必殺技から1つを選択。それぞれの必殺技には特徴があり、対空技はジャンプ技に強いが、飛び道具には弱いといったじゃんけんのような要素がある。それぞれの必殺技の特徴を駆使して、先に相手の体力ゲージをゼロにすれば勝利となる。ちなみに、A1 ボタンが右側にあり、A1 ボタンが光った時に押すと何かいいことがあるみたい。竜巻。負けました。何やってんこれ、右にも鶴瓶さんや。そう、カッカするなよ。スシロー食って落ち着きなって言ってね。要は、じゃんけんみたいな感じなんですよ。ああ、なるほどね。飛び道具は、昇竜拳に強い。けど、竜巻に弱いみたいな。なるほどね。竜巻は、波動拳に強いけど、昇竜拳に弱いみたいな感じで、じゃんけんみたいな感じになってるんで、そんな感じです。そんな感じのゲームね。はい、サンキューっめっちゃ勝負でツルーさんが出てくるやん。浦さん、はたくん。さあ、どれでいく浦さん。まず波動拳やけど。負けてるよ。ああ、そういうことか。次は波動拳。僕波動拳ね。負けてるよ。さすがに今かすんだけん。さあ、でも最後、昇竜拳。お。相打ち。相打ち。全然いいやん、浦さん。うわ、かなりの剣に俺だ。そもそも、そう、カッカすんなよ。剣強すぎやろ。ちょっと全然語れん、ちょっと。さあ、行くよ。うん。あかん。全然あかん。もう一回勝利剣行こう。全然やばい。どうしよう。竜巻で行こう。あっ！ええやん、来い！来た！おー、来た！ベー師匠、我がお得に敵なしやぞ。あおぉ、ええやん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 。強っ強っ特ベー師匠カッタルさん。おー、すげえ。すぐ勝負できた。機能的や、今日の寿司玉、それでええやん。こう、面白っ。面白いね、まだな。じゃあ、チュンリーで、行っていいっすか？はいよ。よし。さあ、ちょ、俺行っていいじゃん。うん。また波動拳かな。あ、ショル拳か。何してんだよ。竜巻。あ、なんかチュンリーちょっと、またなんか変なんか。波動拳。おし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 。いいよいいよ。チョルさん、チョルさん、投げにしたくないがいい。チョル拳やろ、最後は。ああ、相打ち。相打ちか。相打ちが多いな。結構、これこうないよな、これ。すべての男たちは寿司の前にネタがつくのよ。もう間違ってはないよね。基本寿司だからな。浦さん、はたくん。どうする？勝利券？勝利券ね。よし。お、言うよ。当たってるよ。波動拳？竜巻？竜巻で。お、相打ちね。どれ？波動拳。波動拳。やば。
さあ、いつになってるよ。勝利券。勝利券ね。いや、これはええぞ。あ、ほんと来た。日本一恐ろしいパワー、これ、すなわち世界一でごわす。めちゃくちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。スーパーデカネタズズッ。なんだこれ、なんだこれ。ええやん、寿司のもええやん。出た、昨日的な今日の寿司ともそれでええやん、ええやん。むちゃくちゃ、むちゃくちゃやん。おもろこれおもろすごい、ホンダがめっちゃでかかってたよ。よし、ダルちゃんね。ダルシムどんな技あんねやろ。え、ヨガファイヤーとヨガフレーム全部飛び道具やろ。な、どれだけかヨガテーパーするんかな、もしかして。どうなんやろ、やってみ。ちょっとまずハドゲンここはヨガファイヤーしてくると前提で。お、ドリル来た、ドリルや、ドリル来た、ドリルやソウルケン。やっぱもう一回ハドゲンこう、ヨガファイヤー、よしよしよし、うん、あ、ゴーフレームだ、勝てる。ヨガフレームが竜巻か。うん。あー、ソウルケン無敵やから、本来いけるはずやんか、ソウルケンは。本来無敵やから。あ、負けちゃう。あー、もう、アタックは全然やなめっちゃ面白いじゃんか。さあ、皆さん。お前も戦士なら、技よりまず寿司を食べるがいい。どういうことやねん。うやさはたくん。じゃあ、勝利券に行くわ、最初。完璧。で、竜巻。相打ち。うん。さあ、ラスト。ラストはね、竜巻で行く。おー、勝ったけど。綺麗な勝ち方ではないけど、勝ったな。まあ、いいでしょう。昨日の時は今日の寿司玉。それでええやん。めっちゃ笑顔やん、ダルシム。チャンネル登録お願いします。さあ、ラスト。ラストね。このハテナハテナハテナ。ね。この豪気みたいな種類。もう完全に豪気やけどね。行きましょう。さあ、ね、誰でしょう、このシルエットはね。もう完全に豪気やろ、ね、このシルエットは。うやさんはたくん。お、こんなにこれ豪気や、でも。おお、豪昇竜拳。わ、炸裂波動拳。追い詰められた。どうするさん。波動拳。波動拳。ああ強いなぁ。豪気強いなぁ。なんてか言うの？ふん。その程度はくだらん。寿司の天狗我であり。もう日本語おかしいやろ。どうしても寿司に言いたいけど、寿司にな。寿司にな。あ、行こう。これ倒そう。負けていって面白いね。これまさ、いい、いい状態？いい状態や。負けて負けて、俺今。ピンチをピンチ。いいやん、準備ができとるで。よし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 。いや、いいやお手元もう、豪気収穫撮影。豪気収穫撮影。いいや、いいや、いいや。カカン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 言ってる。ええやん。ええやん、スシロー。いいな、豪気に一号差決めるんでいいな。ねえ。ええな、これは。サウラさん。はい。ねえ、このスシローファイター、うん、どうでしたか？もう笑わせてもうた。気に入った。気に入った。もう負けた方が面白いっていう、なんか変な感じだったけど。確かに。ということでね、このスシローファイター、うん、スシローのね、うん、キャンペーンが続いてみたいなんでね、はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければというふうに思います。はい。僕は何者でもないですけども。スシローの回し物じゃないですけども、楽しいゲームできるんでね、うん、ぜひぜひ皆さんもプレイしてみてください。はい。じゃあ皆さん、こんな感じで、はい、ここ終わりたいと思います。わかりました。セコさん、一言お願いします。ええやん。ええやん、スシロー。ええやん、スシロー。はい。では、それでは、さよなら。さよなら。